皆さんどうもこんにちは、シュメルです。今回はね、Google の Pixel 4。 Pixel 4XL についてね、ちょっと遅くなりましたが、まあ、総合的な感想をまとめたいと思います。でね、初めに結論から入っていきますが、まず価格はね、Pixel 4が89,980円で、4XL がね、11,6600円からということになっています。で、もうね、ハードウェアだけで見ればね、正直この価格とこのスペックっていうのは、まあ、コストパフォーマンスはめちゃくちゃ悪い方に入ると思います。まあね、この点に関しては、まあ、毎年恒例のような、ね、感じで、まあ、ピクセルシリーズっていうのは残念ながら、 まコスパの悪い端末でではあるんですねじゃあどういった人がねこの端末をまあ評価するかっていうと私のようなねそのアンドロイド派で特に OS を重視していてで OS もねやっぱり純粋なアンドロイドが好きストックアンドロイドが好きというまあユーザーそしてそのソフトウェアのアップデートをねいち早く受けたくなる人ですねまあ毎年のその OS のアップデートをいち早く受けることができてそしてその Google が考えるその AndroidOS をまあ純粋に体験したいというまあそういったそのソフトウェアを重視するユーザーにとってはねこの端末は本当に魅力的な一台ですが そんな僕でもね、やっぱりこの価格とそのハードウェアのスペックっていうのは、まあ、不釣り合いっていうのは、まあ、認めざるを得ないかなというふうに思います。いずれにせよね、冒頭の結論で申し上げたいのは、基本的には万人受けする端末ではなく、そしてコストパフォーマンスが悪いですから、もし購入をね、考えるのであればね、多くのレビューなどを、まあ、参考にちょっと、あの、 勉強してから、その、購入するかどうかをね、考えた方がいいと思います。主なスペックはね、こちらになりますので、気になる人は一旦ここで動画を止めてください。でね、いつも通り8つのカテゴリーに分けて話していきたいと思います。で、カメラに関してはね、メインの広角レンズと、まあ、望遠レンズになります。で、残念ながらね、まあ、あの、発表直後の時にも言いましたが、超広角レンズには対応していません。これが一番残念な点だと思います。 でインカメラは、ね、800 F2.0 万画素でののものが採用されていますカメラに関しては、ね、ピクセルの一番魅力ある部分ではあるんですがちょっとねめちゃくちゃ機能が多いのでちょっと説明は、ね、できる限り簡潔にしたいと思いますでまずねあのナイトサイトがその星空撮影ができるようになりましたでこれはねあの非常にいいんですけれども4分間の録音が必要なのでその三脚などがなければねこういった星空撮影はできないんですけれども、まあ、スマートフォンでも あのかなりね、綺麗な星空撮影ができるというふうになりましたんで、これはね、魅力的な部分の一つだと思います。ただね、プレゼンの時にね、ちょっと多少変なトリックを使っていましたよ。なぜかというと、ピクセル3で撮った写真をまず出すんですけれども、それはね、夜の7時半の,あの写真なんですよね。で、夜の10時半になって撮ったピクセル4のその星空撮影の写真が、 あるんですけれどもやっぱり時間帯が違いますから見える星の数っていうのは全然違うはずなのでこの辺はねちょ,っとあのちょっとずるいなというふうには思いました。で次はね望遠のズーム機能に関してですが光学式2倍の,そのレンズプラス超解像ズームというそのソフトウェアの機能を使って、まあ、望遠の,その2倍以上の その写真をににシャープに撮ることができますよいの機能に関してはね昨年から続くそのまあズームレンズの,その強化にあたったというふうに僕は感じています。で次はねライブ HDR プラスに関してですが今までねあの Google のその HDR プラスの機能っていうのはものすごく良かったんですけれどもあの被写体 まあ写真を撮るときにですね一旦その写真をシャッターボタンを押してからそのプロセスソフトウェアのプロセスがスタートするんですがこれがねあの実際写真を撮ってからどういった写真が出来上がるかっていうのはその結果を見るまでちょっと時間がかかったんですねこれがね LiveHDR プラスモードになることによって iPhone のようにその見たまんまの写真がそのままね写真の結果としてその撮ることができるっていうふうになりましたのでこれもねあの地味ながらねいい あの、改善になったんじゃないかなというふうに思います。で、次にね、デュアルエクスポージャーコントロールに関してはですが、これはね、非常にいい機能だと思います。僕は一番その魅力的な機能になるんじゃないかなというふうに見ていますが、 これを使うことによってねそのまあ露出をコントロールできるんですねで明るさと影をコントロールできるあのバーがありましてこの2つを調節することによってあの自分の好みのその露出を作ることができてよりねダークにしたりドラマティックにしたりもしくはより明るくして被写体が見えやすくするようにっていうふうに工夫することができますでこれに関してはねあ,のあまりカメラに詳しくない素人の人でも まあ分かりやすく使えるかなというふうにも思いますし逆にその苦労とですねカメラ好きの人でも非常に簡単にね自分の思い描いたようなそのまあ作品というかそのまあ写真をコントロールすることができるのでこれはねまあめちゃくちゃ万人受けするその素晴らしい機能じゃないかなというふうに僕は見ていますであとはねホワイトバランスが改善する機能を加えていたりまあポートレートも今までよりあの そのエッジディテクションですねその縁をきっちりあの見分けることができますよっていうふうにアピールしていますがあの MKBHD の動画でねこれはいまいちあのうまくいくときとうまくいかない時があるっていうふうに説明していたのでこれはねおそらくソフトウェアアップデートで改善される必要が今後出てくるんじゃないかなというふうに思いますでカメラに関してはね2つ問題点がありますまず 4K60fps 動画が撮れないので 4K 動画にこだわりがある人にとってはちょっとこれはねあの残念な点 だと言えますでやはりね1つもう一つはその超広角レンズが使えないといととうことです、まあ、確かにねあの他の YouTuber の動画でまあ超広角使えなくてもパノラマで撮ってしまえばそのワイドで撮れるでしょうっていうふうには言ってたんですがやっぱりパースペクティブの効いたその写真が撮りたいっていう人にとって では重要だしこれがあるとなしではねやっぱりカメラのその使いやすさっていうのは全然違うので超広角を採用していないっていうのは僕は非常に残念な点だと思ってますで次に処理能力はスナップドログの855で6イト RAM ということでもうはっきりして言って2019年の,のそのフラッグシップの処理能力としてはもうギリギリ許容範囲ですよ 本当に Google Pixel だから許されるその処理能力であって他のメーカーであればねも,うものすごいこうけなされているぐらいのそのレベルですで、まあ、Google Pixel といえども僕が指摘したいのはねやっぱりそのスナップドラゴン855プラスというそのマイナーアップグレードされたバージョンを使うべきだったと思うしやっぱりラムもね これだけの価格を払って 6GB っていうのはね、うーん、ちょっとなぁと思う。この端末をね、1年だけでなくても2年3年っていう長期で使うことを考えれば、6GB っていうのは、まあちょっとね、あの、寂しすぎるかなっていうふうには思います。次にね、バッテリーに関してですが、ここがね、ちょっと、 と疑問かなというふうに思います。まずピクセルフォ4が特にね、あの 2800mAh ということで、これが少なすぎると思います。で、4XL は 3700mAh あるので、まあ、この辺はね、まあ、4000、ah、に達していないけれども、まあまあまあ大丈夫、ギリギリ OK かなというふうに思いました。で、2800mAh ということでね、フォー g の方が、あの、多くの人が結構不安視していたんですけれども、他の世界的なテックユーチューバーがね、まあ大体ディスプレイのその 使用時間というのは4時間ぐらい持つということで、まあ、思った以上にはそのバッテリーの持ちはいいというふうに表現はしていますけれども、まあ、基本的に多くの人はそれでもやっぱり2800って少ないよねっていうふうに言う人が多いです。物理的なね容量が低いだけでなく、その90 h z のリフレッシュレートを持ったそのディスプレイを採用していますから、その分バッテリーの消費量というのはま上がってしまうわけですよね。だからそうなると基本的にバッテリーの消耗っていうのは激しくなるので。 それを考えればね。 やっぱり Pixel 4はもうちょっとそのバッテリー容量は増やすべきだったと思います。で、その他のね、バッテリーに関しては、まあ、付属充電器が 18W 出力で、まあ、ね、そこそこ早い充電ですし、まあ、ワイヤレス充電があります。で、ただね、あの、リバースワイヤレス充電に関しては、あの、搭載していません。で、次にディスプレイに関してですが、ここがね、あの、Pixel 4が、まあ、強化した点かなと思います。Pixel 4が5.7インチで、4XL が6.3インチの o レ e d ディスプレイ、UKL ディスプレイで、 なんといってもね。あのリフレッシュレートが90ヘルツあることですよ。 なので、まあ、僕はね 90Hz の,のリフレッシュレートのあるその端末を使ったことがないのでその残念ながらねこうどれだけ素晴らしいかっていうのが実感していないのでね何とも言えないんですけれども基本的にめちゃくちゃ評判はいいんですねでそれだけでなくね HDR ディスプレイにも対応しているのでちゃんとね HDR のコンテンツをそのままねちゃんとあの見ることができるので、まあ、ディスプレイに関してはね非常にいいものを載せていますあとね一つだけ説明を加えておきたいのはディスプレイはね常に 90Hz で動いているわけ ではなくて 60Hz と 90Hz をまあ併用して使うことによってバッテリーを長持ちさせる努力をしていますよっていうふうにあのピクセルは説明しています。でただねあのもしその常に 90Hz だけで使いたいっていうね人がいるのであればこれはね MKBHD の動画で説明していましたがディベロッパーオプションを開くことによって 90Hz で常に動くように選択するその項目があのオンにできるそうなのでもしね 60Hz は嫌だっていう人は 90Hz を常にねで動くように設定を変更すればいいと思います次にねスピーカーに関してですがステレオスピーカーを採用していますただね今まではねそのフロントフェイススピーカーを採用してたんですけれども、まあ、今回から iPhone のようにねここのイヤーピースとそのボトムのそのメインのスピーカーを2つを採用することになってこうね直接あの画面から発するような そのスピーカーカではなくなくりましたただねそのピクセルのそのスピーカーっていうのは昔から非常に性能がいいことで有名ですし今回のやつもねあのかなりスピーカーの性能はいいと呼ばれていますが残念ながらねドルビーアトモスに対応していないのでここがね あのちょっと、ちょっとっていうか、かなり残念かなというふうに僕は思います。次にね、OS に関してですが、ここがね、Pixel を購入する最大の理由の一つになると思います。もう Pixel といえばもうカメラと OS の良さで売ってるようなもんですから、ここがね、一番魅力のあるポイントだと思います。Android 10.0はね、当然あの、採用していますし、3年間のソフトウェアアップデートに対応するというふうに説明していました。でね、Android スマホっていうのは、やっぱりもうストック Android というだけけででね、ね。ままあ、ま価値が生まれるわけなんですよ、ねまあ、これはね iPhone ユーザーにはちょっと理解し難いことかもしれないんですがやっぱり Android スマホっていうのは各メーカーいろんなスキンを用意しているので Google の Pixel シリーズのスマートフォンでしか純粋な Android を体験することができないんですよね。Google がその体験してほしいものを直接この端末でしかね あの体感できないようになっているので、それがね、まあ多くのアンドロイド派、コアなストックアンドロイド派のユーザーにとってはね、これが一番価値のあるものとしてまあ見られています。で、当然ながらね、セキュリティアップデートですとか、まあ多くのアップデート、一番早くこの端末が受けることができますんで、これがね、まあ特権的なね、あの、要素かなというふうに僕は見ています。 で、その他細かい点に関してはね、イヤホンジャックなし、マイクロ SD カード非対応で、ワイヤレス充電あり、で、IP レートね、防塵防止は IP68 あります。で、マイクロ SD カードは残念ながら使えません。まあ、これは今まで通りそうなんですけれども、まあ、Google Photo が無制限で使えます。無制限で使えますが、今回から、 高画質モードでで無制限で使えるといいう風になっていて今までね、ピクセルシリーズっていうのはオリジナルの画質で Google フォトのクラウドにその動画や写真をね、保存できますよっていうふうになってたんですけれども、これができなくなったっていうのは僕は、ちょっとね、 嫌なな気持ちにはなりましたねやっぱりオリジナル画質で保存できるから価値があるっていう風にねピクセルを選ぶ価値があるという風に見ていたんですけれどそうでなくなったっていうのは、ね、ちょっと残念です。でロック解除に関しては 3D 顔認証をね採用していますので、まあ、2D よりもセキュリティのそのレベルは高いんですがセキュリティのレベルが高いのにもかかわらず今のところね目を閉じてもその顔認証アンロックが あの開いてしまうってことこになっているんですねなのでこれがね大きなセキュリティの穴かなというふうに見ていますし Google もこれを受けてね対応するというふうには説明しているんですがこの対応にはねその瞬時にできるわけではなくて多分かなり時間がかかると言われていて1ヶ月以上もおそらく2ヶ月から3ヶ月ぐらいかかるんじゃないかというふうに今は、ね、予想されていますであとね Google のその 3D 顔認証で僕はいいなと思ったのはあの iPhone の場合だとね このように必ずスワイプしないとホーム画面に行き着かないんですけれども Google の場合はそのこういったスワイプをしなくてもパッともう アンロックしただけでで、ホーム画面にに行くようなな設定になっているのでそれはね非常にいいかなと思いましたあとね簡単に説明しておきたいのがまあモーションセンスに関してですねで残念ながらこのモーションセンスはねまあ皆さん知ってるように日本では4月以降にならないとその利用できないということになっていますこれは法律的なあの理由によりますでこれはねどういったことができるようになるかというとまああのまあレーダーがこのねデバイスの周りを をまあ、張り巡らされていてい人間の手がね、このデバイスの近くにあると、その人間の手があるっていうことを察知してね、いろんなことができるようになりますよというふうに Google は説明してます。で、まあ、現段階ではね、結構簡単なことしかできません。あの顔認証アンロックの時に手が近くにあるっていうことが分かって、準備してすぐにね、顔認証アンロックができるようになったり、それ以外では音楽のね、曲をね、 こうやってスイッチすることができたりね前の曲にスキップしたり後ろの,あの以前の曲に戻したりとかねあとはアラームを止めることができたりまあ電話をの音をね止めることができたりっていうことで今のところねかなり初歩的なことしかできないんですけれどもいずれこの機能を使ってねさまざまなことができる可能性が あるということはね、あの感じますが、今のところはね、あの単純なことしかできません。まその他の機能に関しては、これはね、発表直後の時にもあの説明しましたが、まあ、Google アシスタントがまあ進化して、Google アシスタントのその音声認識チップっていうのがね。 そのデバイスの方にローカルに入るようになったので、わざわざね、今まで通り、クラウドに通信して使うっていう必要がなくなったので、ポン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 ね、あの、シームレスに、その、電話のオーナーのボイスに反応することができるようになりました。ただ、これがね、英語だとものすごくね、こう、う声だけでいろんな写真をつけて、メッセージを送ったり、E メールを打ったりっていうことが、 あのできるようになってるんですけれども、日本語だとね今はどこまでできるかっていうのは、ね、ちょっと僕は今は分かりません。あとはですね、まあ、音声トランスクリプションですね、あのボイスメモを使って でそのまあ、話したことを、ね、全部あの文字起こししてくれたりするんですけれどもこれがねあの英語はもちろん対応してますけれども日本語に対応するのはいつになるかというのは僕はちょっと分かりません。でね次は最後価格ですが、まあ、結論の時にも言いましたがコストパフォーマンスは悪いです。4が89,980円で 4XL がね116,600円で一応ね 64GB ですが まあ、グーグルフォトが無制限で使えることによってね、まあ、これでもなんとかなるかなというふうには見ていますが、2019年ですよ。もうそんなね、128GB にするのなんて、そんなに、あの、お金かからないはずなので、それなのにね、その未だに 128GB、 スタートじゃないっていうのは僕は非常に悪い選択肢じゃないかなというふうに思います。まあこれは iPhone にも言えることなんですけどね。まあ総合的に考えればね、あのハードウェアだけのスペックで見れば非常にコストパフォーマンスは悪いと思います。あの大したね、そのハードを積んでないのにもかかわらずこれだけするっていうのは僕はあまりいいとは思いませんがまあ Google の Pixel シリーズっていうのはね、Android フォンの中ではちょっと特別なものなのでまあ 仕方なないいいかなとううふうには思います、ね、やっぱりそのソフトウェアにどれだけ価値を置くかっていうのがまあ重要になってくるかなと思います価格に関しては、ね、必ずあの言っておかないといけないことが一つありますあのピクセルシリーズっていうのは Google ストアでセールされるんですよねでセールはねあの昨年ピクセル3の時にも何回かありましてで一番大きいセールが日本の場合だとバレンタイン で、アメリカの場合だとブラックフライデーの時に毎年必ず今のところはセールしています。で、日本は昨年ね、バレンタインセールとして、バレンタインデーの大体ね、あの、2月14日の、まあ、10日間、2週間ぐらい前からスタートしてたはずなんですが、昨年ね、バレンタインセールといって、2.5万円、2万5千円ぐらいオフでこのように、 あの割引ししていましたですのでもしピクセル4の購入を考えていてでもやっぱりちょっと安く買いたいっていうふうに考えている人の場合は必ずこのセールをまあ見逃さないまあ今年あるか分かりませんけれどももしある,あるかもしれないので、まあ、できればね2月ぐらいまでちょっと購入を まあ、待った方がいいんじゃないかなというふうに僕は思います。で、アメリカ在住の方はね、ブラックフライデーがあるので、ブラックフライデーの時にね、あの、購入を考えても非常にいいと思います。ブラックフライデーはね、確か200ドルオフで購入できたと思います。価格について最後はね、もう一つちょっと言いたいことがあります。あの、ピクセル4と 4XL の価格差が大きすぎなんですよ。なぜそう思うのかというと、アメリカだとね、こちらのようになっていて、まあ、アメリカだと4が799ドルで、 4XL が899ドルなので価格差ってたった100ドルなんですよね。で、日本にすると大体1800円ぐらいです。でも、日本に来るとね、なぜかこの違いがね、26,600円もあるわけですよ。この2台に関しては。おかしすぎでしょ なんでそんな高くなるんですかこのことによってね、4XL のコストパフォーマンスめちゃくちゃ悪く感じるんですよね、僕は。なので、ここがね、あの、おそらくもうピクセル、日本のピクセルは、ピクセル4をとにかく売りたいんじゃないかなというふうに見ていて、 でもどう考えてもそのバッテリーのせいでねやっぱ 4XL の方がいい端末にしか僕は見えないんですけれどもここがねちょっと僕はいけす感感じですねちょっとあのなんか価学をすごい水増ししてる感じがして僕は好きじゃないです最後ねまとめになりますけれどもまあ4が89,980円で 4XL が11,6600円ですからまあハードウェアだけのスペックで見ればねちょっと 厳しいものがありますよまあ端末に関してはねやっぱりカメラがあの抜群の性能がありますし、まあ、新しくモーションセンスまあそんなにね今は魅力的なその新しい機能ではないですけれどもまあ面白みがありますしまあ、9 0ルツのディスプレイオーレッドディスプレイですしまああとはストックアンドロイドが使えるっていうねこういった魅力的な点はありますがあのバッテリーをねあのバッテリーライフを重視される人にとってはやっぱりあの 非常にに、ね、慎重になって選んだ方がいいいと思いますでバッテリー重視されるのであればね4の方が安いんですけれどもまあ 4XL をね選んだ方がいいかなというふうに思います冒頭の結論でも言いましたが万人受けすする端末じゃないんですよこの端末っていうのは本当に AndroidOS が好きでストック Android が好きで とにかく、まあ、Google が体現したい OS を直に使いたいっていうその多少ねこう結構マニア向けの端末だと僕は思ってますからあのもしねこの端末を購入を考えてる人っていうのはねちゃんとしっかり下調べして本当にねこの端末が欲しいかどうかっていうのを まあしっかり吟味してでそしてねこれだけのちょっと高い価格ですからこれをね払うことを、まあ、予算を組んだ上でね慎重に選んだ方がいいかなというふうに思いますでねもう一度言いますがコストパフォーマンスを重視して買いたい人っていうのはバレンタインデーセールとか、まあ、そういったセールの時期が必ずあると思うのでそういった時をね見逃さず購入してください今回もご視聴いただきありがとうございますまた次回の動画でお会いしましょうそれでは